今回のイベントは3年生が行う SS 研究という授業の一環として行ったイベントになります。この SS 研究の SS はスケートボード、あとはスノーボード、この2つを通じて、イベントであったりとか、またそういうものを通じて行事を行うことで、学生たちの主体性を持って行えるように、計画をして実施まで持っていく授業となっています。その中で前期はこのイベント、今回はHSF オットドックスケートイズファンという小学生中学生を対象としたイベントを企画、そして運営を行いました。また後期に関してはこの自分たちで企画運営をするというところ、また主体性を持って何かを行うというところで、実際学校のアイテム作りなどをして、スケートでスケートの授業で使うような道具なども自分たちで作ったりする、そういった企画運営実施をする授業になっています。はい。